私はレン君かっこメメが好きなのに、 Twitter ではジャニー北川さんのことで騒いでる残念の人が多くて悲しいです。私は北川さんの過去に関連するツイートを見たら全てブロックしています。北川さんが大選挙をジュニアの子にしゃぶらせていたなんて自分にはどうでもいいです。 BBC や文春の金儲けに流された頭の悪い人がジャニオタこそ北川さんの気を非難すべきと主張していて知らんがなと思います。頭の悪い人の口は SNS アカウントをフジロー終わりますか、うん、結局その自分が信じるものというのは綺麗な状態であるべきと考える人と、もしくは別にあのその人がどういう羊でどういうバックグラウンドかは関係ないと、出てきたものを見ますよっていう2種類の人に分かれると思うんですよね。あの、東京オリンピックの、 あの音楽を担当するかもしれなかった小山田さんっていうフリッパーズギターだったりやってたりとかあるんですけど、で、あの小山田さんがどんだけクセ野郎だったとしても、私は小山田さんの作品が好きですっていうのは僕はありだと思うんですよ。だからその小山田さんがクセ野郎だからそいつの作品とかってもう見たり金を払うことも良くないよねっていう考え方はもちろんなんですけど、作品は作品で別にこの作品はいいよね、あ、コーネリアスねっていう考え方もあると思うんですよ。だからあのそのモーツァルトクセ野郎だよね問題っていうのがあって、あの割とモーツァルトその子供の頃から天才ってチヤホヤされてたので、結構あのひどいこといろいろしてるんですよ。でもひどいことしてるから、じゃあモーツァルトの音楽というのを聞くべきか聞かないべきかっていうので、でもまあ聞いてるよねと。で、あのワーグナーっていう作曲家がいるんですけど、まあ、ワーグナーのもあのドイツのヒトラーを割とあの応援してたりして、あのイスラエルとかではワーグナーの曲をかけるの違法なんですよね。要はその、あのドイツのそのユダヤ人虐殺みたいなことをした人を支援してるような音楽家の曲を流すということは良くないよねっていう考え方だったりするんですけど、でも別にそのワーグナーがクソ野郎だったとしても出てきた音楽というのはそれはそれで価値があるよねっていう切り分けができるかどうかで、そのどちらが正しいとではなく、まあそういう考えの人がお互いにいるよねっていうので、で Twitter とか SNS はブロックっていう機能があるので、なのであのムカつくやつはバンバンブロックして見えないようにして幸せな形にすればいいんじゃないかなと思います。